ていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。では今回こちらジャングルツアー DK カップリーグ対象となっておりまして、こちらをね1レースずつ攻略していきたいと思います。さてその前にですね、各ねコースコンプリートしていった結果、土管がねあと2つ引けるんでね、これを引いていきたいと思います。もうこれでウルトラレア引いちゃおう。よし行ってこい、ファンキーコング引いちゃえ。金、残念全然しょうがないこれ。はいはい、ありがとうございます。のこのこダッシュ。さあもう1個引けるぞ。いやこれね結構ね無料でね1回ガチャ引けるって案外ありがたいですよね。嬉しい嬉しい。さあもう1回引けるぞ、行ってこい。金出ない。お、でもレアが出た。あーでも3つ中2つレアだったから、まあまあ確率は悪くないかなというところですね。さて今日は DK スノーマウンテンやっていこう。長いコースですね。キャラは迷うところですね。マリオがフィーバー確率プラス 2%、 ドンキーがフィーバー確率プラス 3%、 ポイントブースト2倍。今回はドンキーかな。はい、ドンキー頑張って使っていこう。結構僕バナナ好きなんでね。はい、こちら、うわーマシンはねちょっとあんまり恵まれてないですね今回ね。はい、こちらファイアーホットロード、ロケットスタート系なんでね、あんまり本当は使いたくないんですけど、まあしょうがないですね。アクションポイント 1.1 倍、ポイントブースト2倍と。よーし、これでいこう。はい、最後こちらは、はい、スターシューターですね。まあこれは問題ないでしょう。行きましょう。さあ1レース目行ってみよう。さあこのコースはね、まあ比較的ね、コンボはつながりやすいと思うんですけど、まあどうなることでしょうか。あまり1位じゃない方がいいですね。でもどっちにしてもね、ここは最初団子にならしてもらって、そこでこういう風にね、おっとラインが来た。よいしょ、ここが大変なのよ。最後のねジャンプアクションの前がね。さあここら辺は、よいしょ、はい、繋いでいこう。さあこれでゴールまで行くかな。はい、オッケー。13、違う、13782点。オッケー、またこのパターンですかね自分の下見の時の記録を超えれないというねパターンで来てしまいましたけども、はい、2回目に行く前にですね、リーグ順位を確認するのを忘れてました。リーグ40、今9位というところで、1位が5万2000点、僕は4万1000点と、なかなかね、1万1000点以上離れてるというところですからね、各コース4000点近く上げていかないといけないと。これは厳しいな。よし、なんとかね、ドンキーにね、たくさんフィーバーしてもらって、頑張っていきましょう。はい、2レース目いこう。ほんとロケットスタートプラスっていらないですよね。いらないって言ったら失礼なんだけど、だって最初だけですもんね本当に。ここでコインフィーバーか、遠回りできるかな。よし、できるだけ遠回りしていったけどどうだ。はい、17,033点。 OK、 悪くないぞ、更新したぞ。はい、3000点近く更新しましたね。 OK、 よかった。順位も変わるかな少しは。コインもたくさん取った、やったね。はい、7位まで上がりましたね。まあ B アップですね。9位から7位まで上がりました。まあここからですね、上位狙っていくにはね、どんどん点数出していこう。はい、3レース目行ってみよう。8位スタートだ。いやー、このロケットスタートに全てをかけてるマシンだからね。よしよし、もう行ってよかった。うわー、ちょっと何回もつまずいたな、うぜー、やり直したい。いやー、基礎点こんだけ出してもこの順位じゃダメだ。はい、4レース目いきましょう。目標はやっぱ基礎点がですね、1万1000点ぐらいはいっとかないと、いくらポイントブーストしても厳しい。今コインの取り方ダメだった、もうやだ。そして喋ること忘れた。ファック。はい、5レース目いきましょう。さあ冷静に、さっき何を言おうとしたか思い出そう。
あ、そうそう、あの基礎点がね、やっぱだいたい1万1000点ぐらいはいってほしい。よし、こういう感じだけどダメだ、続いてないな。どっちにしてもダメか。後ろ誰か引っかかってね、はい、ありがとう。で、あとはフィーバー来てる時がやっぱりうまく曲がれない。で、ロス、時間のロスをしてしまうっていうのがね、やっぱりありがち。いい、まあ1位になりゃいいっちゅう問題でもないな。よーし、ドーピングしよう、ドーピング。まずね、クッパをね、使ってしまいましょう。4レベルに上げよう。はい、ありがとうございます。もうちょっとフィーバーしてください。まあ嬉しいのはバナナフィーバーですよね。よし。はい、6レース目いきましょう。8位スタートならいいんだけど。そうしよう。ここで続けよう。続かないんだよな。腹立つわ。はい、7レース目いきましょう。ドン。いやー、せっかくコインも巻いてくれたのにこの順位じゃ話にならん。はい、8レース目いきましょう。スタートダッシュだけに。よし、1位になっても意味ないんだけどな。はい、いいぞいいぞ、こういうパターンよ、こういうパターン。スリップストリーム使えてからの、はい、いいぞ、いいよ、いいよ、いいパターンよ。うえー、後ろ。よし、続いてる、続いてる。よし、いいぞ。うーわ、あんなバックショットさ、俺に食らうことある？マイヤー、順位が下がったから、またフィーバー確率が増えたということで前向きに捉えよう。はい、来ない。何にも来ない。はい。はい、よーし、フィーバーした、フィーバーした。こういう案外ね、順位を上げない系フィーバーは案外嬉しい、意外に悪くない。よーし、いいぞ、よーし。いやー、でもちょっとコンボつないでこいよ、いい加減ねえ。よーし、いいぞ、このフィーバーいいぞ、デカバナナフィーバーはいいぞ。みんな頼むぞ、引っかかってくれよ、たくさん。よーし、もう一個出ろ、フィーバーもう一個。いやー、ここ普通か、ここノーマルか。よーし、バナナ一回引っ張れよ。よーし、引っ張れ、引っかかるよ、もう一個来い。よーし、アイテム使おう、アイテム、アイテム、へい、後ろ、へい、後ろ、はい、いい、いいよ、いい感じで終われ。よいしょー、どうだ、いや、来たー、いやー、来ました。これはさらに2300点追加はいいね。オッケー、いい8レース目だったけど、2万点目指すか、もうちょっとだけ頑張ろう。はい、順位もうわー、ちょい、あ、ちょっと待ってよ、さっき7位になって、その間に1個抜かれて、なんか、まあ、うん、抜かれてんな、抜かれて自分の記録は伸ばしたけどすごい抜かれてる。そしてこの辺が団子だ。いやー、5万点台までなんとか行きたいところですけども、とりあえずこのコースで2万点台まで行きたい。オッケー。はい、9レース目行きましょう。さあさあ、8位からのスタートいいですね。さあ、大事なのはですね、やっぱフィーバーを出した上でですね、順位が上がらない系フィーバーですね。順位が上がらない系フィーバーを出しながらコンボをつなげると。それが本当一番いいですよ。こういうもう使えないアイテムが出ても論外ですね。よいしょ。で、順位が上がっちゃうといけ、そうそうそう、コンボは、まあ、コンボがつなぎながら順位は下がってフィーバーを出し続けると、そして最終的には1位になると、それが一番いいパターン。よし、わかった、やり方には気づいた。 OK、 いいよ、悪くない。よし、コインありがとう、コインありがとう、ありがとう、俺のためにありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。よーし、よーし、よーし、当てれ。よーし、当てた、いいぞ、
続いてる続いてる、2周目につなげていこう、これを。よーし、はい、雪だるま、はい、オッケー、雪だるま、オッケー、後ろ、はい、後ろ、よーし、どんどん当たった、よーし、オッケー、続いてる続いてる、よし、アイテム間に合い、間に合わなかった、くそー、間に合わなかったぜ、ここが間に合わないんだろう多分。うわー、さあ点数どこまでいくかな、もう一回フィーバーくれば確率なんだけど、うわ、ジャンプアクション取り逃した、うぜ、よいしょ、はい、ここ、はい、ここ持つか、持たないだろう、持たない、持った持った、なんか持った、でももう一個行こう、うわー、ダメだな、これじゃ、これじゃ無理だ、うーん、しかもよく見えない、うわー、これはダメだろう、ちょっとギリギリダメか、いやー、あれ出たのか、おー、更新してた300点、いやー、2万点までいこう、うわ、すごい、コイン101枚、すごい、コインフィーバーすげえ、はい、10レース目いきましょう、7位スタートは悪くないよ、 OK、 さあもうほんとミニターボとね、こういうミニターボよ、ミニターボを駆使しながらやっていくのがこのサーキットのスタートのね、ありがちなやり方、よし。よし、これで続くぞ。多分続くぞ。よし、続くぞ。あー、続かなかった。しかもフィーバーここで来なかったらもう望み薄いな。あー、続かない。続いたか。はい、だからなんだ。これ抜かなきゃ。まあ、抜いても意味ねえな、もう。はい、1位。はい、11レース目いきましょう、はい、さっきのレースはね、フィーバーをうまく活かせなかったなーというのが感想、よーし、いいぞー、よし、続けよう、あれ、なんかうまくミニターボが、はい、1位にはなれましたね、はい、12レース目いきましょう、さあ13レース目いってみましょう、さあ回スタートは OK、 いや、なんとかね15レースぐらいで切りをつけたい、でそのためにも今、よし、いいぞ、あ、ダメだ、なんだ、よいしょ、ちょっとスリップを使いたい、うまく、よーし、あー、でもね順位上がっちゃう系なんですよね、赤コーラは順位上がっちゃう系、フィーバー、よし、フィーバー続いてる、コンボ続いてる、オッケー、よいしょ、あー、なんだよー、フィーバー出んな、はい、14レース目いきましょう、1位スタート困るな、いや、なんとかね有終の美を飾りたいね、最後うまくいってなんかこう15レース目とかこの14レース目とかでねうまくいって、うわー、最後に出してきたなっていう感じで締めたい、素晴らしい、記録は大したことない、はい、とりあえず15レース目最後にしましょう、よーし、8スタートだ、いきなりコンボつなげていこう、もう今日コンボとフィーバーの言い間違いがひどいし、そろそろつなげていこう、コインは取りたい、取らせてくれ、もしくはフィ、うわー、スリップも使えんかったな今、うまく、うわー、全く優秀の美を飾れそうな気がしない、
ていうかやっぱさ、ドンキーさ、ねえ、なんていうの、ドンキーやっぱり圧倒的に、なんだこれ、すげえな、なかなかね出ない雷フィーバーが見えたのはよかった。なんだっけ、そう、ドンキーミニターボ出しが遅くない？他のキャラと比べて。すごいそれを感じるんだけど。よーし、コインフィーバーした。よーし、これなんとかいかせんかね。このコインフィーバーをなんとかいかせんかね。いやー、もう一回コントかんやろ。うわー、続いてる。いやー、ここまでかー。うわー、しかも当たる。うわー、来る。ここでまあ1位取れんの、本当に頼むぞ。うー、ギリギリ。あ、点取った？取ってねー。さあ、ということでね、 DK スノーマウンテンやってまいりましたが、2万点出せそう。これ悔しいな。これまたリベンジ濃厚だな。これ本当に悔しいな。ということでね、今回 DK スノーマウンテン19690点までしか伸ばせなくて、ちょっとこれはね、見てる人からしてももっと出せるやろっていう、僕もやってて不満なんで、また今度やりたいと思いますが、一回ね、ここでね、DK スノーマウンテンの考察というところでね、締めさせてください。やっぱりね、コンボ出しが結構難しいなと。うん、壁が近いんで、壁にぶつかるとね、ミニターボが遅くなりますよね、一回ね、出しがね、ミニターボが出るタイミングがワンテンポ遅れるんで、もうそれによってコンボがつながらなくなるというところはね、個人的な感想でありまして、やっぱフィーバーがね、うまいタイミングで来ること、そしてアイテムチケットうまく使って、コンボをつなげること。で、やっぱりフィーバーはね、コインフィーバーかバナナフィーバーが来ると非常にいいですよね。後ろを引っかかってくれて、その、連なりやすいというかね。それをね、やっぱうまく使いながら、フィーバーが2回か3回来てくれるとね、最高点が出せるんじゃないかなと。まあ、フィーバー、運ですねっていつも僕も言ってるんですけど、やっぱりそこに至るまでにね、キャラとか、マシンとか、グライダーのレベル上げをしとくことがね、その運を引き寄せることにつながると思いますんで、またね、その運を引き寄せれるようにね、頑張ってキャラのレベル上げなどしていけたらなというふうに思ってますんで、この後ね、2レース目、3レース目、ね、2コース目ですね、3コース目も頑張っていきますんで、ぜひまたね見ていただけたらと思いますんで、よかったら高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はここまでにしたいと思います。失礼します。少しはコインもたくさん取った。やったね。はい、7位まで上がりましたね。まあ B アップですね。9位から7位まで上がりました。まあこっからですね、上位狙っていくにはね、どんどん点数出していこう。はい、3レース目いってみよう。8スタートだ。いやー、このロケットスタートに全てをかけてるマシンだからね。よしよし、もう行ってよかった。うわー、ちょっとなんか今つまずいたな、うぜー。やり直したい。いやー、基礎点こんだけ出してもこの順位じゃダメだー。はい、4レース目行きましょう。目標はやっぱ基礎点がですね、1万1000点ぐらいはいっとかないと、いくらポイントブーストしても厳しい。今コインの取り方ダメだった。もうやだ。そして喋ること忘れた。ファック。はい、5レース目行きましょう。さあ、冷静にさっき何を言おうとしたか思い出そう。あ、そうそう、あの基礎点がね、やっぱだいたい1万1000点ぐらいはいってほしい。よし、こういう感じだけどダメだ、続いてないな。どっちにしてもダメか。後ろ誰か引っかかってね。はい、ありがとう。で、あとはフィーバー来てる時がやっぱりうまく曲がれない。
で、時間のロスをしてしまうっていうのがね、やっぱりありがち。いい、まあ1位になりゃいいっちゅう問題でもないな。よし、ドーピングしよう、ドーピング。まずね、クッパをね、使ってしまいましょう。4レベルに上げよう。はい、ありがとうございます。もうちょっとフィーバーしてください。まあ嬉しいのはバナナフィーバーですよね。よし、はい、6レース目いきましょう。8位スタートならいいんだけど、そうしよう。ここで続けよう。続かないんだよな。腹立つわ。はい、7レース目いきましょう。ドン。いやー、せっかくコインも巻いてくれたのにこの順位じゃ話にならん。はい、8レース目いきましょう。スタートダッシュだけに。よし、1位になっても意味ないんだけどな。はい、いいぞいいぞ。コインいきましょう。さあさあ、8位からのスタートいいですね。さあ、大事なのはですね、やっぱフィーバーを出した上でですね、順位が上がらない系フィーバーですね。順位が上がらない系フィーバーを出しながらコンボをつなげると、それが本当一番いいですよ。こういうもう使えないアイテムが出ても論外ですね。よいしょ。で、順位が上がっちゃうといけ、そうそうそう、コンボ、まあ、コンボがつなぎながら順位は下がってフィーバーを出し続けると、そして最終的には1位になると。それが一番いいパターン。よし、わかった。やり方には気づいた。OK。いいよ。悪くない。よし、コインありがとう。コインありがとう。ありがとう。俺のためにありがとう。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 よし、よし。よし、当てれ。よし、当てた。いいぞ。続いてる、続いてる。2周目につなげていこう、これを。よし。はい。雪だるま。はい、OK。雪だるま。オッケー、後ろ、はい、後ろ。よーし、どんどん当たった。よーし、オッケー、続いてる続いてる。よし、アイテム間に合い、間に合わなかった。くそー、間に合わなかったぜ。ここが間に合わないんだろう、多分。うわぁ。さあ、点数どこまでいくかな。もう一回フィーバー来れば確率なんだけど、うわ、ジャンプアクション取り逃した。うぜ。よいしょ。はい、ここ。はい、ここ持つか？持たないだろう。持たない。持った、持った、なんか持った。でももう一個行こい。うわぁ、ダメだな、これじゃ。これじゃ無理だ。しかも見よく見えない。うわぁ、これはダメだろう。ちょっとギリギリダメか。いやー、あれ出たのか。おー、更新してた300点。いやー、2万点までいこう。うわ、すごい、コイン101枚。すごい、コインフィーバーすげー。はい、10レース目いきましょう。7位スタートは悪くないよ。 OK。 さあ、もうほんとミニターボとね、こういうミニターボよ、ミニターボを駆使しながらやっていくのがこのサーキットのスタートのね、ありがちなやり方。よし、よし、これで続くぞ。多分続くぞ。よし、続くぞ。あー、続かなかった。しかもフィーバーここで来なかったらもう望み薄いな。あー、続かない。続いたか。はい、だからなんだ、これ抜かなきゃ。まあ抜いても意味ねえな、もう。はい、1位。迷うところですね。マリオがフィーバー確率プラス 2%、 ドンキーがフィーバー確率プラス 3%、 ポイントブースト2倍。今回はドンキーかな。はい、ドンキー頑張って使っていこう。結構僕バナナ好きなんでね。はい、こちら、うわー、マシンはね、ちょっとあんまり恵まれてないですね、今回ね。はい、こちらファイヤーホットロード、ロケットスタート系なんでね、あんまり本当は使いたくないんですけど、まあしょうがないですね。アクションポイント 1.1 倍、ポイントブースト2倍と。よーし、これでいこう。
はい、最後こちらは、はい、スターシューターですね。まあこれは問題ないでしょう。行きましょう。さあ1レース目行ってみよう。さあこのコースはね、まあ比較的ね、コンボはつながりやすいと思うんですけど、まあどうなることでしょうか。あまり1位じゃない方がいいですね。でもどっちにしてもね、ここは最初団子にならしてもらって、そこでこういう風にね、おっとラインが来た。よいしょ。ここが大変なのよ、最後のね、ジャンプアクションの前がね。さあここら辺は、よいしょ、はい、繋いでいこう。さあこれでゴールまで行くかな。はい、オッケー。13万3782点。オッケー。またこのパターンですかね。自分の下見の時の記録を超えれないというね、パターンで来てしまいましたけども。はい、2回目に行く前にですね、リーグ順位を確認するの忘れてました。リーグ40、今9位というところで、1位が52000点、僕は41000点と、なかなかね、11000点以上離れてるというところですからね、各コース4000点近く上げていかないといけないと。これは厳しいな。よし、なんとかね、ドンキーにね、たくさんフィーバーしてもらって頑張っていきましょう。はい、2レース目行こう。ホントロケットスタートプラスっていらないですよね。いらないって言ったら失礼なんだけど、だって最初だけですもんね、本当に。ここでコインフィーバーか。遠回りできるかな。よし、できるだけ遠回りしていったけど、どうだ。はい、17033点。 OK、 悪くないぞ、更新したぞ。はい、3000点近く更新しましたね。 OK、 よかった。順位も変わるかな、少しは。コインもたくさん取った、やったね。はい、7位まで上がりましたね。まあ B アップですね。9位から7位まで上がりました。まあここからですね、上位狙っていくにはね、どんどん点数出していこう。はい、3レース目行ってみよう。8スタートだ。いやー、このロケットスタートに全てをかけてるマシンだからね。よしよし、もう行ってよかった。いやー、せっかくコインも巻いてくれたのに、この順位じゃ話にならん。はい、8レース目行きましょう。スタートダッシュだけに。よし。1位になっても意味ないんだけどなー。はい。いいぞいいぞ、こういうパターンよ、こういうパターン。スリップストリーム使えてからの、はい、いいぞ、いいよいいよ、いいパターンよ。うえー、後ろ。よし、続いてる続いてる。よし、いいぞ。うーわ、あんなバックショットさ、俺に食らうことある。まあいいや、順位が下がったから、またフィーバー確率が増えたということで前向きに捉えよう。はい、来ない。何にも来ない。はい。はい。よし、フィーバーした。フィーバーした。こういう案外ね、順位を上げない系フィーバーは案外嬉しい。意外に悪くない。よし、いいぞ。よし。いやー。でもちょっとコンボつないでこうよ、いい加減。ねえ。よーし、いいぞ。このフィーバーいいぞ。デカバナナフィーバーはいいぞ。みんな頼むぞ、引っかかってくれよ、たくさん。よーし、もう一個出ろフィーバー、もう一個。いやー、ここ普通か、ここノーマルか。よーし、バナナ一回引っ張れよ。よーし、引っ張れ、引っかかれよ。もう一個来い。よーし、アイテム使おう、アイテムアイテム。へい、後ろ、へい、後ろ。はい、いいいいよ、いい感じの終われ。よいしょー、どうだ。んー、来たー。いやー、来ました。これはさらに2300点追加はいいね。オッケー、いい8レース目だったけど、2万点目指すか。もうちょっとだけ頑張ろう。はい、順位も、うわー、ちょい、あ、ちょっと待ってよ。さっき7位になって、その間に1個抜かれて、
なんか、まあ、なうん抜かれてんな、抜かれて自分の記録は伸ばしたけどすごい抜かれてる。そしてこの辺が団子だ。いやー5万点台までなんとか行きたいところですけども、とりあえずこのコースで2万点台まで行きたい。 OK、 はい9レース目行きましょう。さあさあ8位からのスタートいいですね。さあ大事なのはですね、やっぱフィーバーを出した上でですね、順位が上がらない系フィーバーですね、順位が上がらない系フィーバーを出しながらコンボをつなげると、それが本当一番いいですよ。